ハンガリー動乱、ハンガリー動乱、ハンガリー動乱、1956年革命は、1956年に、ハンガリーで起きたソビエト連邦の権威と支配に対する民衆による全国規模の放棄を指す。ハンガリー事件、ハンガリー暴動、ハンガリー革命とも。1956年10月23日、ハンガリーの市民が、政府に対して放棄した。 彼らは多くの政府関係施設や区域を占拠し、自分たちで決めた政策や方針を実施し始めた。ソ連軍は1956年10月23日と、停戦を挟んだ1956年11月1日の2回、このような反乱に対して介入した。1957年の1月には、ソビート連邦は新たなハンガリー政府を任命し、 ハンガリー人による改革を止めようとした。放棄は直ちにソ連軍により鎮圧されたが、その過程で数千人の市民が殺害され、25万人近くの人々が難民となり、国外へ逃亡した。ハンガリーではこの事件についてこうに議論することは、その後30年間禁止されたが、1980年代のペレストロイカ政策の頃から再評価が行われた。 1989年に現在のハンガリー第三共和国が樹立された際には10月23日は祝日に制定された。第二次世界大戦中、ハンガリーは独日位の数軸国側の同盟国であり、1941年のユーゴスラビア侵攻やソ連に対するバルバロッサ作戦に参加した。1944年にソ連の軍隊が 国境に迫る中、一時はハンガリーは連合国側と停戦合意を成立させた。しかし10月のパンツァーファウスト作戦により、ドイツに占領され、新独派の野獣児党がハンガリーの支配者となった。一方で離反したハンガリー軍の一部と、独立省農業者党、ハンガリー共産党などはソ連占領地域に逃れ、ハンガリー臨時国民政府を樹立した。 1945年には、ドイツ軍と野獣事党政権は赤軍に敗北し、ハンガリーはソ連の占領下に置かれた。大戦直後に行われた国民選挙では、独立省農業者党が、大小、ハンガリー第二共和国が成立し、ティルディゾルターンが大統領となった。しかし1947年に、 ソ連軍を後ろ盾とする共産党がクーデターを起こし、ヨシフ・スターリンに忠実だったラーコシ・マーチャーシュが全権を握った。1949年に経済相互援助会議が結成され、ソ連はハンガリーに高級的に軍隊を配置する権利を獲得し、ハンガリーは共産権の衛生国となったハンガリー人民共和国。ラーコ氏の指導の下で、 ソ連型社会主義を模した国家づくりが行われて、ハンガリー国家保衛庁は7000人以上の政治犯罪者を取り締まり、見せ物裁判にかけた。戦前のハンガリーの経済は過度にドイツへ依存していたため、ドイツ敗北後の1946年には通貨のペンゲーが暴落して、ハイパーインフレーションが起こり、国が疲弊した。さらに1947年のパリ条約によって、 ソ連、チェコスロバキア社会主義共和国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に対して30億ドルの戦争賠償を払う義務と赤軍の駐屯費を負わされた。これは当時の国内総生産の2割程度に相当した。さらにその後の経済政策の失敗から生活水準は低下し、1949年の労働者の平均収入は 戦前の1938年の9割程度まで回復していったところが、3年後の1952年には7割まで急速に落ち込んだ。労働者の不満は、工場の自主管理と労働組合の結成の自由の要求という形となり、それはサッカー場での暴動という形で現れていた。また、農民たちも政府の強制的な集団化から悲惨な状況にあり、 農地の自由と工作の自由を要求していた。1953年にスターリンが死去すると共産権全土でヒスターリン化が起こった。ジャーナリストや文筆家からも労働環境の改善や言論の自由が要求され、学生も大学の狭き門と学ぶ環境を改善しようとして当局から独立した学生の組織を設立していた。国民全体から 不平不満が巻き起こる中、独裁政党であったハンガリー近道社党内でも、ラーコ氏らスーリン主義者を批判する改革派が台頭。そこへ、ソリヒエと共産党内部で行われたニキータフルシチョフのスターリン批判演説が、幹部たちに大きな議論を呼び起こした。1953年6月、ラーコ氏はモスクワの圧力でナジームレに首相の座を譲らされた。ナジは、 ラーコ氏時代の経済政策を改めようとしたが、なお初期長に泊まっていたラーコ氏派の巻き返しによって955年4月に失脚した。1956年7月18日、ソ連の圧力により、ラーコ氏が当初期長の辞任に追い込まれるのを契機に、ハンガリーの国内問題を見直そうとする動きが、学生やジャーナリストの間に広がった。後任には、 スターリン主義者のゲレーエルネンが選出されたが、これに反発した市民は集会禁止令にもかかわらず、ブダペストで大規模なデモを行った。ソ連指導部は急遽、党幹部会のアナスタス・ミコヤンとミハイル・スースロフの派遣を決定したが、事態を収集する間もなく、放棄が勃発する事態に至った。ミコヤンとスースロフがハンガリーに出かけている間に、 ソ連指導部はハンガリーに対する出兵を決定した。ハンガリーから戻って、真相を知ったミコヤンは、フルシチョフの自宅に押しかけて、自らの自殺をほのめかして、派兵の撤回を求めたが、フルシチョフはこれを拒否した。1956年10月23日、ゲレーの退陣を求めて、学生たちがブダペストをデモ行進し、多数の労働者もそれに加わった。 夜になりデモ隊と秘密警察との間で衝突が始まると、ハンガリー勤道者党指導部は急遽、大衆に人気のあった前首相のナジー群れを復職させる決定をした。翌二十四日、ナジは正式に首相に任命されたが、その頃ブダペストの街はすでに民衆とソ連軍の戦闘状態にあった。他の地域はソ連軍と革命派との間の停戦が行われたり、 ソ連軍が革命の動きを阻止し感覚もあるなど平穏な状態が保たれていた。その後ブザペストのソ連軍も結局は戦闘を停止した。夜のうちに労働者評議会と国民評議会が組織された。また1945年や1949年の弾圧以来、初めて政治的な要求を行う政党が結成されたが大多数の民衆は 社会主義を維持しようとする政党を支持した。このような中で教会の名士たちを含む多くの政治衆たちが釈放された。また大衆はワルシャワ条約機構からの脱退をなジ政府に迫ったが、このことは再びソ連邦の介入を招くこととなった。10月25日、ナジは戒厳令を取り下げた。町の人々の中にはソ連軍の戦車に近づき、 兵士と話し合う者もいた。説得に応じたソビエト兵らは、ハンガリー人を戦車に乗せ、国会前広場へと移動し、約700人が集まった。しかし、突然発砲が始まった。国会前広場は、血の海と貸し約100人が死亡、約300人が負傷した。この事件については、国家保衛庁の発砲が原因であるとの見解もある。最も激しい戦闘は、 コルビン劇場のあるコルビン広場で起こった。民衆は火炎瓶を用いてソ連軍部隊に抵抗した。ミシコルツでは労働者によるストが起き、ブタペストでナジと自談判を行っている。10月27日夜にはミコヤンの報告によるとミコヤンとナジとの会談が行われ、その結果ソ連軍の撤退が宣言された。10月29日には警察、軍隊、 市民による国民防衛隊が結成。翌10月30日にはミコヤンがハンガリー軍に統制を任せるべきと報告している。これを受けてソ連軍の撤退が開始された。しかし、同日午前9時頃共産党ブダペスト地区本部で秘密警察隊員と民衆との間で衝突が始まり、建物から出る武器を持たない秘密警察隊員らが次々と民により射殺された。 その後も命乞いをしながら出てくる、秘密警察隊員や勤労者等初期らがリン地された、挙句、一体が街路樹に晒し物にされる事態になった。この事件を聞いたミコヤンは10月31日に、反ソビエト活動の活発化を報告している。フルシチョフは、ユーゴスラビアのヨシップブロズ、地頭大統領との会談で、軍事介入の可能性に言及し、ナジは中立を宣言したが、 国連や西側諸国からの具体的支援はなかった。11月4日に新たなソ連軍部隊が進行した。11月10日に労働者評議会や学生、知識人たちが急戦を呼びかけるまで、ハンガリーの労働者階級はソ連軍との戦闘で主な役割を演じた。11月10日から12月19日の間、労働者評議会は、 ソ連の占領軍と直接交渉し、結果として何人かの政治犯の釈放はできたが、ソ連軍を撤退させることはできなかった。加えて、ソ連邦に支援されたカーダルヤーノ主が、新しい共産主義政府を組織し、1956年以降、ハンガリーを統治していくこととなった。散発的な武力抵抗やストライキは1957年の中頃まで続いた。一方で、 ナジはユーゴスラビア大使館に避難したが、安全確保を保証されて、大使館を出たところをソ連軍に捕まり、ルーマニアに連行されて2年後に処刑されたほか、政権の閣僚や評議会を指導していた多くの市民が、カーダール政府によって処刑された。1960年代に発表された CIA の推定によると、およそ1200人が処刑。この時逮捕された。 政治集は1963年までにカーダール政府によってほとんどが釈放された。この一連の戦闘の結果としてハンガリー側では死者が1万7000人に上り20万人が難民となって亡命した。ソビエト側も1900人の犠牲者を出した。ハンガリー事件についての歴史的、政治的意味については当時の体制の位置づけや民衆による放棄の意義に関して 今もなおさまざまな見解がある。以下に革命の性質についての主要な見方を列挙する。このような事件の評価との兼ね合いで故障に関する論争があるが、日本においては、故障について、動乱、事件、革命のいずれかとするかは現段階において定まっていない。ハンガリー事件は日本でも、左派、右派問わず反響を呼んだ。当時の論壇は、 宮廷大出身の教授によるマルキシズムと日本型近代主義が主流を占めていた。ハンガリー事件を受け、当時警視庁のキャリア官僚の笹厚行は中央公論57年3月で民主的殺官はどうしたら良いのかを発表した。これは事件により明らかとなったソ連型社会主義の決定的な欠陥を指摘し、反面として 日本における現実的な行動原理を示した論文であった。論壇に官僚が論文を発表すること自体が、異例で、これまでの反動的な保守とは全く異なる、近代的な保守理論は、現役警察官の圧倒的支持を受けたと言われる。保守、右翼、反響の立場から、ハンガリーの警察が民衆を弾圧したやり方で、弾圧するようなやり方を取りたくないとも発言している。 ハンガリー事件により発生したハンガリー難民を救済するため、社会党右派の西尾末広、自由民主党の足田人志らが中心となり組織した、オーストリアの収容所を訪問し、救援物資や義援金を届ける活動を行った。しかしこの活動は、政治的亡命を承認しないという国策とソ連を刺激することを恐れた日本政府の政治的理由から、次第に成果した。 当時の知識人はおおむねこの活動を嘲笑したと言われる。野上弥良子は事件が起こるまでハンガリーがどこにあるかすら知らなかった者がにわかに地球儀を買いに走り、またにわかに募金活動を始め出す光景に複雑な思いがすると発言した。中野茂春もハンガリー救援会に対する皮肉めいた文章を残している。大内氷衛は雑誌 世界の座談会場で、この動乱は、ハンガリーの政治的訓練が低いために起こったことで、あるとハンガリーの民衆を批判に論じ、ソ連介入やむなしと発言した。上原戦六もハンガリー国民を神経質とする胸の発言が残っている。これら進歩、左翼の知識人に見られるハンガリーへの冷淡さの原因は、社会主義の進歩とハンガリーに対する差別意識も、 あったとされる。大内はハンガリーを百姓国と表現するなど別種をしている。山川人志も当初はハンガリー事件に対して同情的なスタンスであったものの、後に農民主体の国だから労働者はそれほどいない、だから革命などありようがないと発言し、社会主義の進歩性にそぐわないハンガリーは遅れた国であるとした。その一方でソ連がハンガリア、 当時のハンガリーの日本における故障でやったようなことは、今日まで多くの帝国主義国がやってきたことであると断じた高橋正夫など否定的見解を示した左翼知識人も少数ながら存在した。前年に左右統一したばかりの日本社会党への影響は、この事件を党の路線としてどのように反映させるかという点で、党内の認識の相違として現れた。 大まかに言うと、社会党右派はソ連社会主義破綻の象徴とし、左派は反革命と見ました。第13回党大会でテーゼを発表するに至り、左派と右派で論争が巻き起こったが、最終的には、ハンガリーの自由化運動について、ソ連の武力干渉を許さないとした一方、反動勢力に利用された面があるという妥協的な文章に終わった。これにより、社会党は、 左派が主流を占めるることとなる日本共産党では、ハンガリー事件について、当初は様々な論争が起こったが、宮本賢治が、党中央委員会の多数派を占めるに至り、ソ連の武力介入を機に反革命とした。この路線への反対派は、1958年の第7回党大会を機に、共産党を追放されることとなる。ただしその後日本共産党は、 1987年に日本共産党の65年を刊行した際、この事件はソ連による武力干渉であり容認できないものだったが、当時はその認識を持っていなかったと総括した。元青年共産同盟の黒田寛一もソ連共産党第20回大会で行われたスターリン批判を受け、ソビエト共産党の根底にあるスターリン主義を見抜き、 東欧での民衆判断を予言したスターリン主義犯の基礎を発表し、ハンガリー事件に対し、ソ連を擁護した社会党や日本共産党と絶縁した。黒田はこの後、革命的マルクス主義という独自の思想を展開し、その実践として日本革命的共産主義同盟を創設し、新左翼の先駆けとなった。黒田らは、 ハンガリーの人民民主主義と称されるものは、人民の基盤に基づいていない、ソ連の都合に合わせた体制であるとして、ソ連の軍事介入を非難、ハンガリー事件を革命と評した。ペレストロイカの影響で、ハンガリー社会主義労働者等でも改革派の勢力が強まり、1989年に至り、動乱の評価を修正し復権させた。 ハンガリー社会主義労働者等の自らの自己批判は、後の東欧革命への同化戦となった。ハンガリーはこの年をもって、社会主義独裁を放棄した。それは、なじの理想そのものであり、冷戦の終結にも重要で、計り知れない役割を演じた。ハンガリー政府は、自国の国民和解のみならず、西欧資本主義社会とも和解を演出した、鉄のカーテン撤去。 反ヨーロッパピクニックへの協調。1968年のプラハの春にも、社会主義国家で唯一最初に政党に評価を下した。そして1989年10月23日、ハンガリーは一滴の血を流すこともなく、社会主義を捨てて、ハンガリー共和国を建国するのでる。この10月23日は1956年に、ハンガリー動乱が発生したその日であり。 この日は現在1956年革命及び共和国宣言の日としてハンガリーの祝日となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。